はははいそれでは、ね、今日はこれででね今日こす、えー、宮口聡氏の、ね、コンバージョン論文道場というね今年から始める道場があるんですよ。でまあ皆さんもちょっとイメージが湧かないかもしれないからねちょっとイメージが湧くように説明をいたしたいと思います。えー、でまずですねあの一番の趣旨から入りますとね皆さんあの論文で趣旨問題出ますけどまず趣旨はですねあの まあ皆さん今合格討練というのをねあのやってるんですが今日も今答案出したばっかりですけどね、えーまあ、その合格討練の、えー、答案これはねレックの方でもう用意していただいとるわけですけど今日もあのお配り、ね、しておりますこのレジュメしかしですね、まあ、やはり、まあ、予備校の作った答案というのはね非常に長い長いのであの 実際に書けるかと言われると書けないことが多いですで私がですねあの、まあ、この論文合格答論の全部の回についてコンパクトで見出し重視の答案を用意しますのでね今日ちょっと用意してないですけどあの実際に申し込めばあのついてきますんでねあのコンパクトな、まあ、皆さんが「理想と現実」というね論文学問,問対策講座あれを取ってると分かるんですけどまあ理想の答案ですよねレックの答案というのはそれは理想ですよ。 でも実際問題書けないとねそこで現実的にどの程度まで書いとけば合格答案が書けるのかっていうねそれをあの配りたいと思いますでこの「論文合格答練」はもう皆さんほら今書いて普通だったら「はいバイバイ」という感じでしょだからそれについてのポイントをねまあ今一度抑えることで復習になると皆さん多分ね書きっぱなしの状態だと思いますねそれがあの書きっぱなしの状態じゃなくてそれぞれのポイントをねあのえ思い出しながら 確立することができるというところがあります。であともうすでに申し込んでる人はね、私があの採点してますんでね、あのー、採点者によるブレっていうのがありません。ええ、まあ皆さんどうですかね、あのす、ー、でにあのー、私以外のね採点者はもう何人かね各回ごとに違うかもしれませんね。そうするとねおそらくもう採点者によってやっぱりまちまちじゃないでしょうかね。これがね現実なんですよ。でまだね。 あの皆さんみたいにあの私の文科生が受かっててそれであの採点してる場合にはねまあおそらく私のアドバイスと非常にこう近似したものがあると思うんですけどねまあ安斎先生もそうですけどしかし私の文科生じゃなくて受かってる人はですねもちろんあの違う先生あるいは違う予備校で受かってきてそれでもってそうすると例えば私が今まで教えてきたことがね その教えた通りにあの書いてるのにこれはダメだあれはダメだとそしたらね結局何を信じいかかわらなくなくりますね実際には私がね皆さんと同じように机を並べて答案書いてね出したとしましょうそして、まあ、他の先生が採点したとしますよねそしたらね必ずしもいい点数は取れないですよええ逆もまたしかり。例えば他の先生がねあの <laughs> あの名前を捨てて俺に出したらねコテンパンに <laughs> やられれるるかもしれないいでですすよ論文ってそういうところあんですだからそ,うあのそれだったら本試験も同じじゃないかと思うかもしれませんけどね結局本試験で受かる答案ってどういう答案かというと迷いいのない答案なんでええ迷いのない答案っていうのはねちょっとこれ極端な話ですけど間違ってることでも迷いなく書いてるような答案。 迷いなく書いてる答案っていうのはねたとえ間違っててもなんか説得力あるんですよねまあまあいいかこんな考え方でもみたいなじゃあどうやったら説得力を出せるのかですこれはですねまずあの軌道修正のない答案、まあ、究極的には一発書きの答案ねそれから見出しの説得力のある答案だから中身はどうあれ見出しの並び方がしっかりしてれば中身が多少間違っていても受かりますええ これはあの一発合格者がそれを証明してくれてるんですよ。というのはね一発合格者というのは1年で受かってるわけですよね要はね、うんあの。ベテランの方ね5年10年選手いますよ。で実力の差は運命の差ですよ。あの実力というよりも知識の差これは運命の差です。でもなぜ一発合格者が受かるのかというと答案の迷いがないんですよ。見せ方がうまい。ね、で何年経っても受からない人の特徴その1これはね 共通していることとなんですすが何だと思いますこれはあのもしかして皆さんのねあの周りの先輩弁理 <laughs> 先輩受験生が当てはまるかもしれませんよ。いわゆる予備校渡り取り,渡り,取りっていう方々ですね。であのいろんな予備校、まあ、いろんな先生に教わってるとですねあのいろんな教え方があるっていうことを学べるだけであのプラスアルファなことはあまりないんですよ。ええ、で結局その なんか答案にもね迷いが生じてしまうんです、ね、あの先生はこう言ってたこの先生はこう言ってたさあどれを取ればいいだろう迷うでしょでもあの例えば一人の先生に教わってたらもう迷いがないんですよそれで書くしかないんだよなそうするとねやっぱりこう潔さが出るんですよ答案にその潔さをあの出せるようにしてもらいたいと思いますねはいだから私の答案でも65以上とか取れるようになればねまず安泰とね でもそれでもねそんな先生取れませんよと65なんてそういう人もいると思うんです5五でもいいですあ十4か十四以上でも受かる人は受かりますね実際の本試験でも54点で受かるんだからはいでじゃあね皆さんね、まあ、そういうことで、まあ、趣旨は言いましたんでで,でこのコンバージョン道場ねイメージですが例えばね2ページ見てくださいあの実際の本試験担当去問です平成26年2番ね これは有名な問題なんですよ、損害額の算定の問題でね、それで皆さん、一つね、あの謝らないといけないのは、これ、間違いがございます、はい。さっきも休み時間に言ったんですけど、ここに利益の額0円ってありますね、3行目。利益の額0円なわけないです。10円です。<laughs> ね、<laughs> すみませんね、えー、8円10円、1000万8円10円という順番です。はい、これはあの、えー すいませんでしたでこれをですね右側に私があの、まあ、変化球というかね、まあ、若干オリジナリティは出してますけどほとんど同じねでほら1000万円ちょっと7円にしてるけどね10円、えー、1億円、えー、100万円ちょっと額は変えてますよ全く同じもいいんだけど若干応用を利かした方がいいかなと思いましたねそこで皆さんねあのー、まあ一つせっかくですから左の方も答え出していきましょうかねはい。 えー、102条1項の規定により算定した、項の損害の額は8000万円であると、ね、でこれは法改正に関わる事項なんですよ、ちょっとピンクで塗らせてもらうね、102条1項は実際の条文でもあのピンクで塗る条文だよね、じゃあ、果たして8000万円なのかというとね、まあ、ちょっと違うんですよで、これ難しいんで後回しでいいです、はい、じゃあ次ろ、ろ、えー、102条2項、1億円であるとこっからいってみましょう、これは簡単です。ね 皆さんもあのちょうど練習にいいと思いますよ。1 0百二条二項というのは被告の利益額をあ違う被告の利益額を原告の損害額と推定する規定ですよね。なのであの被告の譲渡数量とあ被告の単位利益額で出るんですよ。なのでちょっとオレンジで塗るとですね上から2行目これです。はい、上から2行目オツが A の販売により得た A1 個当たりの利益は8円とねで被告の譲渡数量はこれはですねまあちょっと何色でもいいんですけども黒でも何でもいいですから囲ってください,はい1000万はい1000万円に8をかければいいだけでしょそうするとロの金額は 8×1000 万そうすると8000万円ということになりますほら ね、だからこれは簡単でしょええー、これは簡単でした。だから×ということになるんです。1億円×でしたね。ロ,ローはつまり×。はい。じゃあ今度はね、二2 3個。これは黄色でいきましょうか。ね。えー、ピンク、オレンジ、黄色という感じで、メリハリよくね。はい。そうするとね、当然問題文のところに、えー、実施量相当額というのがあります。ほら、一番下です。黄が、特許集めの実施に対して受けるべき1個当たりのあ、えー、額。 これがあのいわゆる実質労働等額ですね。そうすると、はい、五かける一千万、はい、そうすると五千万円ですわね。はい、そうすると、えー、これも罰ということになります。そうするとね、二も自動的に出るんですよ。ちょっと二の枝見ますね。はい、甲が九千万円の損害賠償を請求した場合において、乙が事故のああ侵害行為に こいまたは重大なかつてがないことを立証したときは、裁判所はこれを算着して、この損害額を4500万円と認定することができると、ありませんでしょで、皆さんも既に基本事項を習ってると思うんですが、損害賠償請求において、実施料相当額がミニマムなんですよ。ということは、この5000万円を下回ることはないんです。なので、えーまあ、一応ね、黄色で塗りますよ、これも実施料相当額の。 基本的には同じ話なので、はい、でもこの4500万円が罰ということになりますからね結局2も罰とさあ問題はね二な,、e、なんですよ <laughs> で E はいでい、e、はですねちょっと、えー、よろしいですか、はい、このうがおつの侵害行為がなければあ販売することができた A1 個当たりの額10円というのがあるじゃないですか。 十円、ね、そうすると、この十円に一千万円をかけるとですね。はい、十円かける、まあ、十かける一千万でいいですわ。はい、そうすると一億でしょう。一億。はい、で、この一億がですね、果たしてまるまる、その、もらえるかどうかというのは。この実施能力を超えてるか超えてないかというところが問題です。で、この場合、はい、この実施能力に応じた額が、はい。 1> 1億円なんですよ、うん、だからまあ実施能力は超えてないなということになるわけですちょうど一致しましたね1億円と1億円でもはい今度は青蛍光ペンで塗ってくださいねはいオツの販売中コウが販売することができないとする事情に相当する数量50万はいこれですそれで皆さんねちょっとねさあここはね法改正が影響してくるんですよ だから皆さんもねすでに法改正ある程度知識も入ってると思いますがここで私がね板障いたしますねどのような板障を書くかというとちょっとまあ見ていてくださいねはいこれはじまあ上と数量ですあ横軸上と数量はい でえー、っとこれね、傾き、上渡数量かける単位利益額ですから、まあ、こんな感じでね、あの普通伸びていきますわね、はい。それでちょっとね、ここ辺で止めますわ。ここ辺で止めて、まあ、見てくださいね。はい、で、上等数量が、えー、っと1000万でしたね、これ、1000万。<laughs> それで、えー、あの1個当たり10円ですから、まあ、これが1億円になっているはずです1億円になります、はい、ところがです、ね、皆さんね、あのー、青で塗ったところ50万これは、えー、原告は販売できなかった数量ですねだからねここから、ね、引かないといけないですよ、えーとね、こ,こ,のこの1000万から50万をちょっと引きますね。えー ちょっと50万ねこのぐらいちょっと少なくなりますそうするとこの辺ですかね大体目分量で <laughs> はいいいですかこれ50万ね、はい、50万に、えー、あの10円をかけますと500万えー そうすると、えー、これ9500万ということになりませんか9500万円、ね、この部分ね、はい、差し引きますから、はい、で今まではあのーえー、1億円から500万円を引いて9500万円がアンサーだったんですよ。ね、ところが法改正でです、ねあのー、102条には1号と2号が生まれました。えー 1>, で1号は従来と思っていればいいです従来はあの1号の考え方はそのままいけますところが2号が新しいですよねでこの2号というのは実施量相当額になるんですよえだからこっからねいいですかこのええー、控除したポイントから実施量相当額の傾き、えー、10円の半分ですからこの傾きの半分ぐらいだからこの辺ですかねちょっと目分量ですけど。 ちょっとあの結果オーライなんですが半分になるぐらいのところにこうめがけてこんな感じですかねこんな感じねそうそうそうすると、えー、ちょうどこの中道行くその中心のあたりですからはい9750万これが答えになるんですよこれが答えになるええ あの一直線で考えればよかったんだけど102の1項は1号エリアね1号エリアとそれから102条1項の2号エリアの2つを考えながらこう算,定し算出していかないといけないというねこれが答えなんですよ。どうですか皆さんちょっとね法改正も学べますよこうやって。 で今、皆さんね、体型別問題芯持ってる人いますレックのちょっと持ってる人一人もいないちょっとあの、この問題が載ってる今年の体型別、これですね、2020年、皆さんも持ってる人多いかもしれない、まあ、短レボで鍛えてる人はもうそれで、まあ、十分という話もあるんですけどね、まあ,あの、ポイントでも変えますからね、はい、26年のこれ2番、265ページ、はい、これです、はい、皆さん、これね。 えー、26年の2番でこれ結局ね全部ツでしたねなので4つが答えだと思うんですよほら4つ答えねで34.6%でしょはいでもね皆さんねこのレックの回答ですけども残念ながら法改正に対応しないんですよほら9500万ねだからやっぱりこういうその危険なところがありますからね、まあ、あの実際に法改正に対応した答えというのは9750万なんですよ うん、なのであの私はこういったね盲点をついてあえて出したいなと担当でもほらあの法改正で変わるところあるでしょ答えがまあだからそういった意味でもあの担当対策にもつながるというところをねあのアピールしていきたいなと思うんです、はい、まずこれが特徴一つね、はい、でまあ実際の右側の答えはねあの受講していただければあのもらえますからね、はい、じゃあ次に今度は一番最後の問題なんですが。 ちょょっと読んでみましょうかあんまり難しくないでですすよ、はい、担当の問題ある発明に関し特許を受ける権利を有しない公による出願について特許権の設定登録がなされた後、はい、その発明について特許を受ける権利を有するオツがその特許の権の移転の登録を受けたその移転登録の際に現にその特許権についての通常実施権を有していた兵は。 その移転の登録前にその特許はその発明について特許を受ける権利を有しない者による出願に対してされたものであることを知らないで日本国内においてその発明の実施である事業をしていた兵はその実施をしている発明および事業の目的の範囲内においてその特許権について通常自主権を有するとねはい黄色で塗ってくださいねこれあの主人公は兵ですだから兵をね黄色で塗ってください こんな感じでちょっと塀に関わるところをね黄色で塗りましたでこれはあの泣くのに実施権というあのいわゆる、えー、74条の移転請求がその平成23年に導入されてそれに付随して導入された通常実施権なんですよ。ね、結局その亡人された被害者があの取り返した特許権にもともと付いてた通常実施権者とか専用実施権者かわいそうですよね。 だってあの、彼らも被害者ですよ、ね、棒認したつに騙されて、ライセンス契約を結ばされとるんやから、うん、だからあの、いわゆる趣旨はね、あの公平の見地じゃないですよ、なくのには、はい、なくの2の趣旨は、どうでしょう、一番前のると分かりますか、趣旨、泣くの2の、うん、そうですね、投資をして、工場を信頼して投資をしたものを保護する趣旨なんですよ。 要は、ね、詐欺の被害者保護みたいな趣旨です。ね。工事を信頼して公に示す工事ね。工事を信頼して投資をしたものを保護するため。まあだまされた人保護です。だから公平の見地はありません。ね、でもさこれってね何となくのレベルで、まあ、溶けてしまいますよね。うんなんとなくね。しかしこれをロジカルに説明してくれとなると真の実力は要求されます。そこで本堂上ではこのような問題から以下のような問題を作ります。はい ちょっと見てくださいちょっと視覚で囲みましょう。ね、これが私がね、まあ、実際、本道上で論文で出そうかなみたいなね。ねちょっと見てみましょう。こうが発明意を完成させたにもかかわらずだから、こういいやつはね、はい、じゃあこうはピンクでいきましょう。はい、で、オツは、ね、悪いやつはね、これ、棒人すがんで特許権者だから、はい、青で塗っていいわ。はい、で、その後、オツは、オツは、はい、へい、平はね、はね、黄色でいきましょうか。 兵に通常試験を許諾したでその後、兵は、はいい、e、の、行都市の実施を開始した、えー。その後ね、おが、ちょっと待ってね、おツは悪いやつね、青、おの特許権、青ね、はい、それが、こうの、こうに移転され、はい、で、こうから、こうから、えー、差し止め請求された、ストップ。で、黄色、兵は、兵ね。 はいでまたピンクめんどくさいねはい <laughs> こうに対してピンクねで最後黄色いかなる死な成しうるかいやこれはね本当にいい問題ですよ自分で作っといていうのもなんですけど <laughs> これは本当にいい問題ですじゃあねあ GP って書いてあるねだからこれはね本当にいい問題ですよじゃあ皆さんねちょっとざっくりとしたの形もう形で聞きますけどはい質問のプロの人もうねあのー、言っていいですよ答え はいどうですかねいかなる師匠なし得るかちょっとついていけてないまだ <laughs> ちょっと早く読んだからねはいじゃあのはい WBC 世界フライ級チャンピオンに似た師匠はいどうぞああ泣くのに今今やったばっかりやもんねうんそうですよだから泣くのにはもうあります OK です泣くのにねはいでもね それだけかなはいじゃあの一番前の女性の方ちょっとパスネットはいじゃあ2番目の人おっ99条,99条なんでそう思ったそのポイントはえー、えー、ああつまりね図に書くと分かりやすいねこれオツがまず特許権者ですよね それれれがあの校に移転されるわけですねねいずれねところがその前にオツが兵に通常自主権を許諾してるんですよねだからちょっと「○○○○○」っていうあの番号を打っておきますけどねオツは青でいいですよ悪いやつだからねオツは悪いやつですねでこは新の権利者やから受ける権利者やからこでいいね特許権者になる人はいで兵は通常自主権でも通常自主権の方が早く許諾されてますもんねだから そうこれ99乗で対抗できるわけやねいやよく分かったねそうですだからこれね2つ上げとこうかもともと通常試験7 8行こうとで対抗力の99乗ということで、まあ、2つ条文上げときますわねはいよーしこんなもんやろうかはいじゃあどうぞ木村さんどうですかもうこんなもんネタ切れわかにまセブンとね はいじゃあポンタギ犬の人分かります、西はい、じゃあ後ろの女性の方ああ、そうはい、じゃあのインパクトのある企業におすすめの方最低制度、ああ、ちょっと最低ではないですね、なぜかというと主張だからね、あの最低はね、措置と聞かれたらあげてもいいんですけど、あの主張だからね、否認可抗弁しかできないんですよ。はい じゃああの寺尾先生の弟子の人えあ七79いわゆる先進権なるほどこのこの問題から先進権読み取れますかねそれとも何か家庭系でやります、ね、家庭系ではい <laughs> これね先進権は NG ですなぜかというとねあのこれ見てくださいその後その後ほら その,そ,のその後、その後、その後、鈴木その子じゃありませんけどね、その後、その後、その後です、ね。っていうことは、もう出願後ですよ、ずっと、ずっと後です。ではないね、選手証券ね、はい、じゃあ、布団屋、あら、じゃあ、しっくりこない人、はい、お向こうの神戸、条文でいうと、正解。 さあどんな無交流があるんでしょうか分かりませんいやだってほらなんかほらこ,このもう大いなるヒントがあるんですけどはいじゃあえっ人ですよだから、えー、乗1 6号ですあれ先生あれ暴人の無交流あのあれじゃないですかと解消するんじゃないですかこれとねだからこれね いいですかもうあの項目は出揃いましたこれでいいんですよ、ええ、項目はこれでいいんですただこれは論文答案として書かないといけないからねだから私はあのちゃんと論文の指導もしますよ皆さん忘れた頃にこういうことをね思い出しながら鍛えていくといいんです侵害系の問題じゃないですかこれだからやっぱり否認公弁つまり形式論実質論の流れは守らないといけないねだからこれは否認はできないってまず書くわけよ形式論ね2条3項1項68条 70条1項の条文を出しながら形式的に侵害するよって否認することはできないとで次に公弁123ねでこれね74条の移転請求が行われているときには79条の2が使えますしかしね普通の譲渡交渉による移転もこれ考えられるでしょ74条とはひと言も言ってないんだからだから譲渡交渉による移転の場合には この7899というパターンと1四4の3ね1百4乗の3は1と3を上げておきましょうこれね3も上げさせるところがなかなか憎い演出ですこれいい知識ですよね皆さん知ってます ?104 兆の,第,140の3第3項というのはねあの普通、傍人とは境外犯を無効理由とする無効審判の請求はあの受ける権利を有するものでなければなりませんよね123条2項括弧。 だから向こうの答弁も同じように受ける権利者じないとできないのかっていうあの疑いがあるわけですよ。その疑いを晴らすためにこの1四4の3第3項というのがあってそれは関係ないと。被告であればもうそれだけで向こうの答弁できますよと、ね。受ける権利者だろうが何だろうが関係ないですよと。ね、ほらこういうところまで教えていくと。ね、これで終わったでしょイメージ的に。だから担当の問題一つ取っても その,その知識だけじゃなくてそこから2つ3つ4つあの倍,倍になるように皆さんの知識はね増えていくようにしかも論文の型を思い出すようなそういうような指導をしていきますからねだから担当の勉強にもなるし論文の勉強にもなるっていう意味が分かったでしょこういう感じですだから私はね担当の問題でも両問セ,セレクトしますからもう担当だけで完結してしまうような問題もあるよねなんか定数量とかさ なんだ青年期非貢献人ってああいうところはねさすがにもう論文に出せないけどさこういう侵害系とかあの補正とか優先権とか分割とか変更のあたりはねもうあれ論文の方向ですよだからそういうところをね出していきますから皆さんねもしああそうだったらちょっとで出てみようかなと思う人う普段の日だからねあの来れる人来れる人は出てくださいっていう感じになります。ただあのあれれもあるからねこれねこ あのちゃんと欠席ウェブフォローありますから、はい、ということでもう一回まとめるとこのコンバージョン道場の特徴としては合格闘練と連動する、えー、で合格闘練のミアレジを配る、えー、あの答案の採点をする、はい、そして担当に連動した論文の問題をやるんだけどただ1対1の問題じゃなくて1つの問題から2つ3つ4つ派生していけるようなあの皆さんが応用力を高められるような問題をね出していきます。 あの毎回ね2つ出しますからこういう対問形式でね、えー、でまああの60分の演習の中で早く終わってしまえば皆さん独学というかその、えー、いわゆる内職的な勉強していいからねはい残りの2時間でそういう解説とかやっていきますからはいという感じでございます、えー、じゃあ,あのこの辺で終わりたいと思いますんでねよろしいでしょうかはいまあ最後にですね、まああの一言だけ。 まあ、担当のゼミも今現在進行形で行ってるんだけど、まあ、なんかあの知らなかったとかいう人はね、まあ、あのゴロテックコンプリートっていうのをやってますからねえこれもあのなかなかいい講座ですので、えー、もしよかったらあ担当対策としてご活用くださいそれでは、えー、宮城佐俊のコンバージョン論文道場の、えーまあ、ガイダンスというか説明会を終わりますどうもそれでは皆さんあお疲れさまでした はい、ゆっくりねお昼ご飯とか食べてください。は